バカな審判何よ、あんなところやってることは何なんだって。ペンの力じゃない、あんたたちがやってることもおかしいな、日本人的な感覚で言って。子羊が本当はね、この子羊のようにおとなしくしていたいですが、こんばんは、三輪和雄です。今日はですね、世界遺産の問題についてお話をしたいと思います。まあ、ご存知のように、佐渡の金山、これを世界遺産に登録しようという動きがございます。で、ところが外務省を中心としてですね、韓国が反対するのではないかということで先送りしようという動きがあったんですが、これは例えば1月に高市早苗さんが予算委員会で強烈にやらなければダメだという質問をしたりとかですね、あるいは安倍元前首相が動いたりというようなことで、これはその左派メディアに言わせると保守派の圧力に負けたみたいなことを言ってるのもいますけれども、これは当然のこととしてやるということになりました。でただ日本がそれを登録をしても、これはですね、国連のこれは世界遺産というのはユネスコの管轄でございますので、ユネスコのイコモスとかいう名称らしいんですが、そこの審議会で諮って、そして、21カ国が参加している世界遺産委員会に、でこれを承認されるということです。でまあこれ、世界遺産委員会に韓国なんか入ってもないからいいんですけど、これをもし韓国なんかが入ったら今後日本が申請するものは片っ端からイチャモンをつける可能性もあるということでね、今回これは何が何でも通さなければいけないというような状況になっています。でそもそも世界遺産というのはですね、何かというと1972年、昭和47年にこういう制度が採択をされまして、それ194カ国が、それに賛同したということです。で世界遺産といっても3つもあるんですね。で、文化遺産、それから自然遺産、それからその記憶遺産というのがあります。でもう日本だけでもですね、すでに、文化遺産、自然遺産が5、文化遺産が20で合わせて25もあるんですよ。で韓国ですら14ぐらいあるのかな。ですからもうこれあんまりありがたみも正直言って大してないんですよ。でですから私はほとんどこの世界遺産ということに、はっきり言ってあんまり関心なかったんですが、これだけ韓国がですね反対している以上、これはこの世界遺産うんぬんカンカン以前にね、これは韓国に負けたということになってしまいますから、何が何でもこれは通さなければいけないというふうに思っております。で韓国はなぜ反対しているのかと、これね本当にこの国これイチャモンとしか言いようがないのは、今回佐渡金山のを世界遺産に登録するということでに対して韓国が反対しているのは、これは戦時中強制連行されたね韓国人もこれに従事してるからうんぬんかんかんとかいう馬鹿げたことを言ってるんですが、これあくまで日本が申請しようとしてるのは江戸時代の佐渡金山なんですよ。でもうすでに、その頃世界では動力を使って、この金を掘ったりしてる時に、日本の場合はもう手掘りで人力でやったわけですね。でそこら辺を評価をして世界遺産に登録する価値があると、これ同意の割とというか言うらしいんですけれども、もうそうした日本独自のやり方ということで、これを世界遺産に登録しようということでございます。ですから江戸時代に韓国の人なんかもうこんなことに従事してる人は当たり前ですけど一人もいないんで、韓国がギャ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 言うのがおかしいんですよ。ところが韓国はこれはですね、もう理屈はつけようですね、全体的な歴史から見て、おかしいというようなわけのわかんないことを言ってるんですよ。つまりさすがに江戸時代に限定して登録をするということに対してイチャモンをつけられませんから、上げた拳を振り下ろせないんで、もう全体的にその後血塗られた歴史だというような韓国一流のへりくつでこれをぶっ壊そうとしてる。ですからそもそもが無理なんですよ。で
100歩1万歩譲ってもですよ、じゃあ、 戦時中韓国の人はどうしたかというと、強制連行でも何でもないですよ。これはもうちゃんと給料も出てたし、いろいろこう娯楽なども与えられたんですね。で当時、これは当然日本人も従事してて、日本人も大変だったわけですよ。ですから、これはそのいわゆる奴隷労働でも何でもないということでね、もう韓国もいい加減にこれしてほしいと本当思います。で、そんなことを言ったらですよ、世界遺産の、日本以外の世界遺産の中でもね、例えばドイツのものなんかね、全体的に見たら、例えばそれはナチスがずっとその後出てくる場合、局面もあるんですよ。ですからもう理屈をつけ出したらね、もう世界遺産というもの、特に自然遺産以外は人工的なものですから、必ず歴史の長距離で見たらね、当然引っかかるところもある。しかしそんな馬鹿げたことを言うところはどこにもないんですよ。さすがにね、日本が広島の原爆ドームをこれ遺産登録した時だったら、アメリカなんか何も文句を言いませんでした。これが当たり前なんですよ。やっぱり韓国っていうのはね、これヘイトでも何でもなくておかしいですよ。この国はどうあってもこれはおかしい。しかしこんなおかしい国の言い分を聞いて、これを見送ろうとして外務省、日本のこれ外務省ですよ、これも本当おかしいんですね。ですからここまでこの問題が大きくなっちゃった以上、これ何が何でもこれを通さなければいけないというふうに私は思ってます。正直申し上げて、私も世界遺産というのにはあまり関心がなかったんですが、今回のこのことに関してはどうしてもこれは通さなければいけないと。で、具体的にはですね、2023年、つまり来年の6月にこれ決定するんですね。で決定する要因の一つには、やっぱりその国の盛り上がり、つまりこの場合で言えば日本の盛り上がり、これはもちろん新潟県だけじゃなくてですね、日本全体がこれを登録してほしいという盛り上がりというものも一つの基準になるようでございますので、ことあるごとにですね、どうしてもこれを登録をしてほしいという声を高く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 上げるべきだと思います。これはもうこの遺産のもちろん価値もあるんでしょうけど、それ以前にともかくこれが覆ってしまったら、韓国が狂気乱舞するだろうということ、そして韓国のこの普通の理屈で考えてありえないこのイチャモンに屈しないためにも、どうしてもこれは通さなければいけないというふうに思っております。しかし世界遺産を、それはそれとしてですよ、世界遺産をそこまでありがたがる必要があるのかどうか、もうこれ、中国、韓国、日本のもう立候補試合になってまして、で、ユネスコもですよ、もう1カ国1年に一遍の登録ということになってるんですね。でこのままでいくと、もう韓国なんかはもうどうでもいいあれをどん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 登録をさせてくると。で、これは世界遺産ではありませんけれども、その一つのやっぱりこれユネスコが絡んでいる遺産に、キムチのキムチ文化までこの登録をさせてしまってるんですよ。でね、こうした国がもう横にあるわけですよ。である以上、ともかく、何が何でもこの佐渡の金山世界遺産登録、これは国民世論で盛り上げていかなければいけないと気持ちを新たにしております。頑張りましょう。韓国の傍若無人なイチャモンに絶対に負けてはいけないということを心を新たにした次第です。頑張りましょう。それでは。